になるまでの軌跡を聞きたくて。ああ、どうぞ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 。まず大学は卒業、卒業して新卒の会社を、まあ、2年ぐらい勤めた後転職してこちらの会社に、おへえ、ダーツライブさんの方に就職しました。新卒は何で、貿易環境の仕事をしてました。船会社にいたんでコンテナを持ってる会社ですね、はい、あの船のコンテナ、うん、でコンテナの荷物を営業で取ってくる、うん、うちは船会社なんで船に積む荷物を営業で取ってくるみたいな仕事です。だから車とかタイヤとか、うんうん、機械とかみたいなのをこう営業で取ってきてそれを輸出するような仕事をしてましたね。まあ、ずっとダーツが好きだったんで、うん、諦めきれなくてダーツライブを転職してみたいな。ただそっちは営業では入れなくてプロモーションの方に入って、うん、プロモーションの仕事、プロモーションの仕事しました。こういう CM 打ったりとか、はいはい、コラボの準備、コラボ、例えばその時だとタイガー&バーニーってアニメがあって、うん、タイバニーとのコラボとか、うん、ソニックとコラボしたりとかあったりとか、うん、そういうダーツライブをどうやって世に出していくかっていうような部署ですよね。めっちゃ面白そうですね。めちゃくちゃ面白かったですよ、うんうん、いろんなアイディアマンだったり、うん、それを実現する行動力みたいなものはやっぱ必要ですよね。得意そうじゃないですか、まあ、その当時、まあ、未熟者である私、まだまだ小僧だった私はですね、そこまでできる男ではなかったですね。僕あれ見ましたよ、ワンエイティさんの、はいはい、なんか YouTube 動画撮られて、あ、撮りました、あのバレルインプレッション、あのシュール、シュール、あのチョコプラのネタをパクったやつですね、はいはい、あれもちょっと概要欄貼ってみ貼っとくんで、あれを見て考えましたどうやったらみんな見てくれるかなと思ってただバレル作りました、投げましたじゃ面白くないかなと思って、ああいうことを考えるんですよ。商社ですね、普通にーメーカーから物仕入れてそれをユーザーに売るって間に入ってる、まあ、ディーラー業ですね、うんうん、入ってそこで8年間ぐらい営業マンやって、でコロナ禍に突入して、同級生が唐揚げ屋をやってて、山形と唐揚げ屋を一緒にやってくんないとめちゃくちゃ流行ってるからで唐揚げ屋をやったわけですよ。分かったと、儲かるんだな唐揚げ屋とそしたらですね、街には唐揚げ屋が溢れてました、いや気づかないいやすごいんですよこれですね。どんなローカルの駅でも唐揚げ屋あるんですよもうでそこに参入してですね、打ちのめされてですねこれは厳しいなっていうことで、じゃあ一回好きなことやってみようじゃないかと、うん、でダーツのプロをやったっていう経緯で、唐揚げ屋を3ヶ月やり1日14時間鶏肉を切りこれは無理だと判断した山形は1年間とりあえずもう30過ぎてるけどやってみようと思ったのがプロのきっかけですね。はい、おもろ。だ1年で結果が出なければもうやめようと思ってました。あ、そうなんですね。そうですそうです、でじゃあ会社を辞められた理由としてはダーツプロになるからではなくて唐揚げ屋をやるからです。おお、そうなんです。そうです。めちゃめちゃ流行ってたんですよ、うん、お持ち帰りテイクアウトの唐揚げ屋って、うん、ただねやっぱね参入商品が低いもんですからね、うん、みんなやってましたね。うん、あ、厳しい使いでしたよ。その時にもうすでにレーティングはだから、あ、もうもちろん17後半はありましたよ。17.5 とか。なるほど。もちろんもちろん、その A グラ AA とか大学生の時になって社会人になってからも結構ダーツはずっとやってましたね、うん、やっぱ趣味でしたねすごく。でじゃあ1年で結果出なかったらやめようって、やめるって思って始めるじゃないですか、うんうん、でそれがだから本当に初年度ですね、20位だったっていうですね。結果って何だって話ですけど、うん、日本人はこういう話好きじゃないかもしれないですけど、うん、食べていけるか食べていないかですから、うんうん、まあ、そこで試合を出てメディアに露出させてもらって、うん、まあ、お仕事をいろいろいただいてっていうの、うん、まあ、この道で食べていけるかどうかが結果かなと思ってる、うんうんうん、で今こうやってねお仕事をいただいてるのも一つの結果かなと思いながらやってますんで。面白いダーツプロって言ったら、うん、結構一番にお名前上がるぐらい、ね、私がですか、うん、それは嬉しい話だ。いや、本当に僕本当に詳しくないんですけどそうですか、うん、そんなね面白いですよむずいっす、むずいっす。ありがとうみんなありがとうね、本当に。どうしよう、僕本当に2時間ぐらい話してるんじゃん。まあこう、まあいい感じでね。いや、そうっすね、はい。
じゃあちょっと話いろいろ聞きたいんですけども、はい、今日はあの撮影の時間も限られてるということで、はい、ちょっと技術的なダーツの話に行きたいと思います。行きましょう行きましょう。お笑い担当ではないですからプロダーツプレイヤーですから、ね、技術だって持ち合わせてるわけですからもちろん多分じゃあ技術の方に、はい、もちろんフォーカス当てていただければ思います。はい、ちょっとこの間ソロクリケット何点出るかチャレンジみたいの遊びでやってて、うん、絶対最後終わんなきゃいけないクリケットで一人で何点出せるかブルで締めなきゃいけないよ。あ、そうですね、一発勝負でチャレンジやりましょう。あ、出すもう大丈夫ですか。大丈夫です。16残すとかいう感じでもいいですか。やばい、全然もう気が抜けてるやばい。いや、これ本当おまけなんで。ありがとうございます。こういう